皆さんこんばんは、中村ゆうちです。レギュラーのマフィア梶田です。くそー急なラジオ、急なタイミングでリニューアルしました。この番組、新しいタイトルはスターラジオシャンアナムネシスというね、この番組ではついに発表になったスターオーシャンシリーズの最新作、スターオーシャンアナムネシスの最新情報を私中村一とレギュラーのマフィア梶田がご紹介していきます。しつけーすげー押してくるこの人嬉しいんですよ。あ、まあね、いやまさかね、梶田君とレギュラーのラジオやると思わなかった俺もね、いや中村さんと杉田さんのレギュラーラジオがないのにいいのかなって思っちゃう。そうなんだよね、うん、レギュラーで、まあ前にねマクロスのね、ラジオは神谷さんと中島めぐちゃんと一緒にずっとやってたんですけど、こういう形でまた続くものとしてやらせていただくことになるとは思わなかったんですけど、まさか相棒が声優さんじゃないなんて俺声優デビューもしてるから一応声優とも呼べなくない。副業いっぱいあるけど詐欺師と同じパターンじゃねえかこの人結局何者なんだろうみたいな。何でもやるおじさんですよ。怖いな。ということでね、ちょっと全然関係ないんだけどね、松野康美さんってさ、はい、タクティクスオーガとか、FF の12とかのディレクターだった松野さんがね、はい、FF14 大好きなんだけど、今ね黒の手帳、空想帳っていうね、まあなんかビンゴみたいなのがあるの、それをね3周目にして3ライン揃えるっていうのはもうかなり難しいのよ。揃えたって見てね、もう何してんだってねそれは時間にして、時間じゃないの、運なの。運、全部運なんですか。運なのこれ。はあ、まあ時間腐るほど時間かければやれなくないけど、多分なんかもう持ってんだねこの人。すげえ。松野さんおめでとうございます。全然関係ない話しましたね。はい、ということでね、まあ全然もう話戻ります。アナムネシスというね最新作が発表されたんで、この番組リニューアルさせていただきました。作品について触れていくのはちょっとこの後やっていこうかなと思いますけども、まあ、タイトルとテーマ曲とか変わって、まあ、新規でここからやっていこうかなと。パーソナリティも1人プラス1人で、いきたいと思います。ということでメールいただいております。ラジオシャンネームまいさん、こんばんは中村さん、梶田さん。2回目の登場早かったなと思っていたらまさかのレギュラー。なんだかもう梶田さん恐るべしです。アニゲラが週 2回になるようなものが違うわと一瞬思ってしまいましたが、いえいえ、こちらではゲームライターとしての真面目な一面を存分に発揮していただければと思います。あっちは違うの。おあっちはどういう立場なの。あれゲームライターじゃないの。あれはですね、たまにゲームライターっぽい発言を求められるんですけど、基本は分かんないですそもそもアニゲラって名前ですけど、アニゲームラジオなのかどうかすら怪しい。最近はどっちかというと杉田さんのなんかいろんな闇を取ろう。杉田さんが最近興味があるものをピックアップしていく。そう自由度は高いですけど、こっちはまあアニゲラズバーム、杉田ディドゥーンみたいなじゃあ杉田智和の杉田ディドゥーンみたいなことまあそんな感じだ。杉田智和のは消えましたけど、ね、アニゲラディドゥーンになりましたけれども、ね、今はね、まあ、こっちではね、ゲームの番組なんで、まあまあこっちはもうゲーム一本でいこうかなと思ってます、ね。ある程度俺はゲームライターとしてのこう鋭い視点もね入れていこうかと思ってるんですよ。例えばアナムネシスは長すぎるんで略してアナムネシスって言おうと。やめろアーナーまでいいんだけど、ないよね。スターオーシャンしようと。でルールないから足さないでやめて、本当にもうずっと今オープニングからまたバキュンだよもう。はい、ということで中村さん心強い仲間ができてよかったですね。いつかカイト君がゲストに来た時の反応が楽しみはい、ありがとうございます。まあ石川カイトさんもやっぱりシリーズで主役をやってる方ですから、ぜひぜひね、ゲストかちょっとかわいそうな気もするけど、まあ、どんなネトダレ顔を見せてくれますかね。多分カイト君の横座ると思うからニヤニヤみたいな感じで、お届けできるかなと思います。はい、ありがとうございます。改めまして中村雄一です。レギュラーのマフィア梶田です。もうしつけよ、わかったよだって中村さんがなかなかこう認めんぞくらいの頑固親父感を出してるんで、レギュラーの梶田さんね、レギュラーの梶田さんでということで、まあ二人体制でお届けしていこうかなと思うんですけど、まあさっきね梶田くんがそのこっちでは、他の番組とまた違って、ね、ライターの鋭い視点からのものを言っていくぞと言ってましたけども、そういう感じでね、僕はまあ、出演者だったり、
声優視点、まあ、あとただのゲーマーの一面も覗かせちゃうんですけど、うん、それで母ちゃんはやっぱりそれをこう記事としてね、はいはいはい、ピックアップするそのいい点悪い点とかいろんな面を見なきゃいけないじゃん、まあね、極めて客観的に見るのは、そうそう冷静にね、ええうん、だからそういうところからもトークが出るんで、うん、ちょっと幅広めに、なんか取り扱っていけるのかななんて思わなくはないです、まあ、よりちょっとゲームにねフィーチャーした感じになっていくんじゃないかと思いますけれども、うんうん、ありますけども、まあとりあえずここにも書かれてるけど、うん、アニゲラじゃないので、ね、さっきなんか勝手な略称を作ってたけど、ああいうのはやめてくださいよ。アニゲラズバームとどっちがいいですか？何がだよ。あ、この番組が？いやいや、いいよ、いいよ、ちゃんとスターラジオじゃんやってくって。はい。さて。ではここからは皆さんからいただいたメールをご紹介していきましょう、はい、ラジオシャンネームようこさん、中村さん、そしてレギュラー決定おめでとうございます。マフィア梶田さん、こんばんは。ありがとう。先週のラジオシャンもとても楽しく聞かせてもらいました。そしてラジオシャンがプチリニューアルと、マフィア梶田さんがレギュラーとのことで、それを聞いた瞬間思わずおーと拍手をしてしまいました。ですがその後ツイッターで杉田さんが梶田さんに嫉妬されていたそうで、本当に皆さんの仲の良さにほっこりしてしまいました。ぜひ杉田さんもゲストでまた来られるのを楽しみにしています。これからもスターラジオシャン楽しみにしています。いやー、杉田さんキモかったっすよキモいっぷり発揮してた。いやー、もうね、あんなに明確にね、やんでねみたいな、狼狽してた。あれ絶対やりたかったんですよ、杉田さん、アシスタントみたいなこのラジオのあれ絶対やりたかったと思いますよ俺。でもなんなら空いてるって言ってますからまあまあでもね、もうしょうがない、ね、でもね、杉田出演者だから、あれじゃないの、ひょっとしたらね、ゲームのそのアナムネシスの方にも杉田出るかもしれないですもんね。まあまあ、それはね、可能性は、杉田は意地でも出さんって P が言うならば別ですよ。でも、そうじゃなくて出る可能性は秘めてますし。あれ、だって2で役やってますよね。そう、リメイクっていうか移植版の方でね、やってますから、そこが出るかもしれないし、ああいうのって俺わかんないけど、可能性としてはさ、バルキリーのやつが、新しいレナスと旧レナスって別物として用意してあったから、はい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 、ああいう風にキャストが変わってちょっとリニューアルしたやつでも、はあ、なるほど、ね。旧バージョンもあるかもしれないとか、ね。情報来るかもしれない。全然あるよね。確かに他のゲームでもそういうのありますから、全然ありますよね。うんうん、そうだよね。だから杉田さんはひょっとしたら、そういう絡みでも来るかもしれないんで。そう。アニゲラ、いや、俺がアニゲラ休んでいくよっていうこと。何言ってんの何の話から番組一つ潰れるんですけど。どうしたのね、ちょっと様子がおかしい。あんな長く続いてるのに。ラジオやりたいですよ、中村さんと一緒に。なかなかね、機会がないもんでね。意外とないもんですね。いや、多分ね、だから、どこの局も、あれなんだと思うよ。いや、あの二人で番組やると面白いかもしれないけど、レギュラーはちょっとっていうのなんでだよ。一、二回でいいわ、みたいな。毎週はちょっとって、本当に。絶対に思ってるんだと思うよ。俺逆に企画持ち込みたいくらいですか、絶対面白い。持ち込んでみて、じゃあ、どっか。本当ですか、やります ?NHK とかに。はい、ラジオシャンネームきょうちゃん、中村さん、梶田さん、こんにちは。毎週ラジオ楽しく拝聴しています。梶田さん、ラジオレギュラー昇格おめでとうございますただ2回目のゲスト出演なだけだと思っていたので驚きましたが、これからも中村さんとの面白いトークを楽しみにしています。そして海人くんの居場所は残っているのか、また海人くんが来ることも期待しています。お二人に質問です、はい、先週の放送で Xbox の実績のお話ありましたが、お二人は実績やトロフィーを気にしながらゲームをプレイされていますか。あー、過去にこれは頑張って集めたっていう作品ありますか。だっていい質問ですね。どうです、中村さんは。実績ね、実績俺はね、そんなに気にしなかったかな。それはトロフィーとかでも同じ話ですよね。そうそう、俺はむしろね、まあ、こういうこと言うと、メーカーさんから怒られるかもしれないけど、ユーザーの発言だからね、これプロの中村の発言じゃないよ、ユーザーとしての素人の話だから聞き流してくださいね。ゲームやってる最中にピョーンって音がしてさ、はい、例えばラスボス倒したらさ、すべ、はい、てをどうこうするものを獲得しましたって出るじゃない。はいはい、出ますよ。よく出るじゃない。あの瞬間冷めるの。そうなんですね。そう、うわーって言ってね、ポーンつって、ここに画面の端っこをいきなり埋めて出ちゃうから、はぁみたいな。いや、言われてみるとそういう人もいるかもしれないですね。いや、そう、俺はそうなのよ。だから正直あれは出さないモード、なんか設定であんのかな、出さなくて済むなら、設定もあるかもしれないですね。出したくないなって思わなくはないんだよ。そうなんだ。まあ確かに今聞いて納得しました。あ、本当？気にしなかった？俺意外と気にしてないというか、
むしろ出ると嬉しいっていうか、ちょっとした得点がもらえたみたいで、ちょっとふわってちょっと嬉しい気持ちになるっていう、だから達成感あるっていうか、その実績のあと名称がまた心を揺らすような、だからさっきの全ての何々を全てを破壊するものとか、うん、腐れ下道とか、そういうのが出るともう笑っちゃったりしますし、単純に嬉しいんですけど、ただ 100% にするかっつうと俺そういうタイプではないです、ね、うん、あ、埋めてはいかないんだね。どっちかというと自分が納得いくところまで遊ぶっていうレベルで、 あと PC ゲームとかでも最近はあるんですけども、あるね、実績ね。ああいうのって結構海外だとモッドとか入れるじゃないですか。改造データ、はいはいはい、あるね、公式で認められてる、あれを入れると出なかったりするんですよ。ああ、そうなんだ。それが嫌な人はまあ素で遊んだりするんですけど、俺はそれ平気なんで、逆にモッド入れて実績出なくなっちゃったなってちょっと寂しくなったりもするんですけど。なるほどね。そういうこともありますね。ああ、そうかそうか、うん。でもたまにこうフレンドとかでさ見てって、いろいろな人をつてで見ていくとさ、この人デッドアライブエクストリームバレエの実績すげえみたいな超恥ずかしいやつじゃないですか。いかあったんだってあったんだって、あのある特殊な方向にこうソリッドになってるやつを、あの実績をかなりコンプリートしてる金のトロフィーみたいになってる人がいて、すごいなって思ったんですよ。まあ、実績フェチというか、実績コレクターみたいな人も中にはいるみたい。多分いるよね。なんか、実績のために、実績集めやすいゲームやるみたいな人もいますよ。うんうんうん、あと、実績のさ、その条件とかも出るゲームあるじゃない、うん、あれ見るとね、何を達成するとって、その目標が分かるのも、面白い、うんうん、面白いよね。あ、俺、唯一、シュタインズゲートだけは実績 100% だったかもしれない。そう。あの、アドベンチャーゲームなんで、結局全ルート攻略すると 100% になるんですよ。いつか行くわけか。そうそう。その、ロープレイみたいに、例えば、本当やる必要のないスライムを1万匹倒せとかやる必要がない、ね。うん、そうそうそう、やる必要のないことやる必要がないんで。そうだね。そういうことですよ。ああ、なるほど。ありがとうございます。はい。ということで、お送りしてきました、スターラジオシャン。ここはいらないのね、アナムネシス。あ、いるの？間違いない、おい。アナムネシス。はい、書いてありますね。さて、お送りしてきました、スターラジオシャン、アナムネシス。そろそろお別れのお時間となってまいりました。この番、あ、違う、これ。いつもの勢いで読んだ。これ、お前だから。今取られたなって思って。この番組では皆様からのメールを募集しています。スターラジオさん、アナムネシスの作品についての質問、中村梶田の二人に聞いてみたいこと、コーナー宛てのものなど、どんなものでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてください。メールアドレスは sro@joqr.net、 sro@joqr.net です。ということでエンディングになりました。いやー、まあ新作がようやく発表できたで、我々はうすうすは聞いていましたけど、発表できたというところでね、次回以降もちょっと報告できるものがいろいろあるかなと思いますけど、次回はね、ちょっとプレイできるかもっていう話なんで、触ってみたいですね。触った感想とかもね、はい、お届けできるかなと思っておりますので、よろしくお願いします、うん、それではまた次回お会いしましょう。お相手は中村雄一とマフィア梶田でした。また来週です。レギュラーのマフィア梶田です。もうしつけよ、わかったよ。だって中村さんがなかなかこう認めんぞくらいの頑固親父感を出してるんで、レギュラーの梶田さんね、レギュラーの梶田さんでということで、まあ二人体制でお届けしていこうかなと思うんですけど、まあさっきね、梶田くんがそのこっちでは、うんうん、他の番組とまた違って、そうですね、ライターの鋭い視点からのものを言っていくぞと言ってましたけども、うん、そういう感じでね、僕はまあ、うん、出演者だったり、うん、声優視点、まあ、うん、ただのゲーマーの一面も覗かせちゃうんですけど、うん、それでかちゃんはやっぱりそれをこう記事としてね、はいはいはい、ピックアップする、そのいい点悪い点とかいろんな面を見なきゃいけないじゃん、まあね、極めて客観的に見るのは、そうそう、冷静にね、うん、だからそういうところからもトークが出るんで、うん、ちょっと幅広めに、なんか取り扱っていけるのかななんて思わなくはないです、まあ、よりちょっとゲームにねフィーチャーした感じになっていくんじゃないかと思いますけれども、うん、なりますけども、まあとりあえずここにも書かれてるけど、うん、アニゲラじゃないので、ね、さっきなんか勝手な略称を作ってたけど、ああいうのはやめてくださいよ。アニゲラズバームとどっちがいいですか？何がだよ。あ、この番組が？いやいやいや、いいよいいよ、ちゃんとスターラジオじゃんやってくって、はい、さてではここからは皆さんからいただいたメールをご紹介していきましょう、はい、ラジオシャンネームようこさん、中村さん、そしてレギュラー決定おめでとうございます、マフィア梶田さん、こんばんは。ありがとう。
先週のラジオシャンもとても楽しく聞かせてもらいました。そしてラジオシャンがプチリニューアルと、マフィア梶田さんがレギュラーとのことで、それを聞いた瞬間思わずおーと拍手をしてしまいました。ですがその後ツイッターで杉田さんが梶田さんに嫉妬されていたそうで、本当に皆さんの仲の良さにほっこりしてしまいました。ぜひ杉田さんもゲストでまた来られるのを楽しみにしています。これからもスターラジオシャン楽しみにしています。いやー杉田さんキモかったっすよ。キモかった肝をいっぷり発揮してた。いやーもうね、あんなに明確にね、やんでねみたいな。狼狽してた。あれ絶対やりたかったんですよ、杉田さん。アシスタントみたいな。このラジオの。あれ絶対やりたかったと思いますよ、俺。でも。なんなら空いてるって言ってますから。まあまあ、でもね、もうしょうがない、ね。でもね、杉田出演者だから、あれじゃないの？ひょっとしたらね、ゲームのその、アナムネシスの方にも杉田出るかもしれないですもんね。まあまあ、それはね、可能性は、杉田は意地でも出さんって P が言うならば別ですよ。でも、そうじゃなくて出る可能性は秘めてますし。あれだって2で役やってますよね。そう、リメイクっていうか移植版の方でね、やってますから、そこが出るかもしれないし、ああいうのって俺わかんないけど、可能性としてはさ、バルキリーのやつが、新しいレナスと旧レナスって別物として用意してあったから、ああいう風にキャストが変わってすというね、最新作が発表されたんで、この番組リニューアルさせていただきました。作品について触れていくのは、ちょっとこの後やっていこうかなと思いますけども、まあタイトルとテーマ曲とか変わって、まあ新規ってここからやっていこうかなと。パーソナリティも一人プラス一人で、行きたいと思います。ということでメールいただいております。ラジオシャンネームマイさん、こんばんは。中村さん、梶田さん、2回目の登場早かったなと思っていたらまさかのレギュラー。なんだかもう梶田さん恐るべしです。アニゲラが週 2回になるようなものが違うわと一瞬思ってしまいましたが、いえいえ、こちらではゲームライターとしての真面目な一面を存分に発揮していただければと思います。あっちは違うの？おー、あっちはどういう立場なの？あれゲームライターじゃないの？あれはですね、たまにゲームライターっぽい発言を求められるんですけど、基本は分かんないです。そもそもアニゲラって名前ですけど、アニゲームラジオなのかどうかすら怪しい。最近はどちらかというと杉田さんのなんかいろんな闇を取る。杉田さんが最近興味があるものをピックアップしていく。そう自由度は高いですけど、こっちはまあアニゲラズバーム、杉田ディドゥーンみたいなこと。じゃあ杉田智和の杉田ディドゥーンみたいなこと。まあそんな感じだ。杉田智和のは消えましたけど、ね、アニゲラディドゥーンになりましたけれども、ね、今はね、まあ、こっちではね、ゲームの番組なんで、まあまあこっちはもうゲーム一本でいこうかなと思います、ね。うん、ある程度俺はゲームライターとしてのこう鋭い視点もね入れていこうかと思ってるんですよ。例えばアナムネシスは長すぎるんで略してアップしよう。やめろアーナーまでいいんだけど、ないよね。スターオナジオーシャンしよう。でルールないから足さないで。やめて、本当にもうずっと今オープニングからまたバキュンだよ、もう。はい、ということで中村さん、心強い仲間ができてよかったですね。いつかカイト君がゲストに来た時の反応が楽しみ。はい、ありがとうございます。まあ石川カイトさんもやっぱりシリーズで主役をやってる方ですから、ぜひぜひね、ゲストか、ちょっとかわいそうな気もするけど、まあ、どんなネトダレ顔を見せてくれますかね。多分カイト君の横座ると思うからニヤニヤみたいな感じで、お届けできるかなと思います。はい、ありがとうございます。改めまして中村雄一です。レギュラーのマフィア梶田です。もうしつけーよー、分かったよ。だって中村さんがなかなかこう認めんぞくらいの頑固親父感を出してるんで。レギュラーの梶田さんね。レギュラーの梶田さんでということで、まあ2人体制でお届けしていこうかなと思うんですけど、まあさっきね、梶田くんがそのこっちでは、他の番組とまた違って、ね、ライターの鋭い視点からのものを言っていくぞと言ってましたけども、そういう感じでね、僕はまあ、出演者だったり、声優視点、まああとただのゲーマーの一面も覗かせちゃうんですけど、それでかえちゃんはやっぱりそれをこう記事としてね、ピックアップする、そのいい点悪い点とかいろんな面を見なきゃいけないじゃない。極めて客観的に見るぞ、冷静にね。だからそういうところからもトークが出るんで。先週のラジオシャンもとても楽しく聞かせてもらいました。そしてラジオシャンがプチリニューアルと、マフィア梶田さんがレギュラーとのことで、それを聞いた瞬間思わずおーと拍手をしてしまいました。ですがその後ツイッターで杉田さんが梶田さんに嫉妬されていたそうで、本当に皆さんの仲の良さにほっこりしてしまいました。ぜひ杉田さんもゲストでまた来られるのを楽しみにしています。これからもスターラジオシャン楽しみにしています。いやー杉田さんキモかったっすよ。キモかった
肝をいっぷり発揮してた。いやーもうね、あんなに明確にね、やんでねみたいな。狼狽してた。あれ絶対やりたかったんですよ、杉田さん。アシスタントみたいな。このラジオの。あれ絶対やりたかったと思いますよ、俺。うん。でも。なんなら空いてるって言ってますから。まあまあ、でもね、もうしょうがない、ね。でもね、杉田出演者だから、あれじゃないの？ひょっとしたらね、ゲームのその、アナムネシスの方にも杉田出るかもしれないですもんね。まあまあ、それはね、可能性は、杉田は意地でも出さんって P が言うならば別ですよ。でも、そうじゃなくて出る可能性は秘めてますし。あれ、だって2で役やってますよね。そう、リメイクっていうか移植版の方でね、やってますから、そこが出るかもしれないし、ああいうのって俺わかんないけど、可能性としてはさ、バルキリーのやつが、新しいレナスと旧レナスって別物として用意してあったから、はい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 、ああいう風にキャストが変わってちょっとリニューアルしたやつでも、なるほど、旧バージョンもあるかもしれないとか、両方来るかもしれない。全然あるよね。確かに他のゲームでもそういうのありますから、全然ありますよね。そうだよね。だから杉田さんはひょっとしたら、そういう絡みでも来るかもしれないんで。そう。アニゲラ、いや、俺がアニゲラ休んで行くよっていうこと。何言ってんの何の話から番組一つ潰れるんですけど。どうしたんだろうね。ちょっと様子がおかしい。あんな長く続いてるのに。ラジオやりたいですよ、中村さんと一緒に。なかなかね、機会がないもんでね。意外とないもんですね。いや、多分ね、だから、どこの局も、あれなんだと思うよ。いや、あの二人で番組やると面白いかもしれないけど、レギュラーはちょっとっていうのなんでだよ。一、二回でいいわ、みたいな。毎週はちょっとって。本当に。絶対に思ってるんだと思うよ。俺、逆に企画持ち込みたいくらいですから、絶対面白い。持ち込んでみて、じゃあ、どっか。本当ですか、やります ?NHK とかに。はい。ラジオチャンネーム、きょうちゃん。中村さん、梶田さん、こんにちは。毎週ラジオ楽しく拝聴しています。梶田さん、ラジオレギュラー昇格おめでとうございます。ただ2回目のゲスト出演なだけだと思っていたので驚きましたが、これからも中村さんとの面白いトークを楽しみにしています。そして、カイト君の居場所は残っているのか、また、カイト君が来ることも期待しています。お二人に質問です。はい、先週の放送で Xbox の実績のお話ありましたが、お二人は実績やトロフィーを気にしながらゲームをプレイされていますか？あー過去にこれは頑張って集めたっていう作品ありますか？だって。いい質問ですね。どうです？中村さんは。実績ね。実績。